私の町では幸運の馬が見られるのが当たり前、その町は豊橋市。豊橋にですね、はい、幸運になれる馬がいるって聞いて、信号待ちの人とか動画で撮ってます、うん、あーいるーみたいな手振ったりするんです。あ、そうです、あーいるーみたいな、その日一日が幸せな感じ。もうみんなは笑顔になるよね、必ず、うん、通ればね、あーっていう顔もするし、そう、すごい、そういう点では幸運かも、うんうん、みたいな、こういうなこと起きたとかしてありますね。店が忙しくなった店がならばぜひあやかりたい幸運の馬、どこにいますか？馬はね、はい、もっと向こうですよ。え、あのね、ポニーとかそれから普通の馬もおりますね。2頭おります。馬が2頭？しかも教えられた場所は駅前のかなり大通り。すると、かなり有力な情報が。まあ、ちょっと豊橋でなんか見ると幸運になれる馬がいるっていう風に聞きまして。お、さっきのあの馬ですか？え、さっきですか？え、今さっき馬2匹取ってて、うん、え、取ってました？そう、携帯、そう、さっきあれやってみ、まさかのニアミス。これは追いかけるしかない。あっちに行ったと思います。本当ですか？はい、わかりました。ちょっと行ってみましょう、はいはい、幸運の馬が去っていったという方角へ。すると、え、え、どうした？馬、馬、え、馬います、うん、どこに？あそこ、あそこ、うん、信号渡ってます。すごい、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 すげえ、マジじゃん、すごい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 、え、街中を馬が疾走している。想像以上に速い。急いで後を追うと、え、嘘だ、いる、普通に、え、嘘、すごい、え、コンビニの駐車場に馬？え、飼い主さんらしき人がいた。これすごいですね。あ、そうですか。今あの走ってらっしゃるとこをちょっと見たんですけど。あ、そうなんですか。乗ってらっしゃいましたよね。はい、そうです、そうです。いつも散歩してまして、家すぐそこなんですけど。そうなんですか。散歩です。散歩です。すごい、ね、家の中、家で飼ってまして、はい、本当に犬と猫と同じような感じで、ええ、飼ってますけど。お名前は何て言うんですか？これルビーです。スタールビー。スタールビー。スタールビーで、この子はもう完全にポニーですね。名前はサッカー。今からお散歩されるとこなんですか？はい、そうです。この後、散歩についていくとありえない光景が次々と。お散歩の途中で河川敷に寄り道。ゆっくりゆっくりゆっくり、ゆっくり降りろよ。はい、やられました。大丈夫です。もうそういうつもりで落ちた、落ちたんで。あと、あえて落ちに行ったの？あえて落ちました。広い場所にルビー君はテンションが上がったようで。これこの枝にぶつかりそうになった瞬間、奥さんはあえて落馬し危険を回避。
すごかったですか？めちゃくちゃすごかったです。はい、喜んでこうやってひょっこっていろいろって帰ってきちゃって、でここでよくあることだと笑顔で話すご夫婦けれど、お家でどうやって馬を飼っているのか、ご自宅にお邪魔すると、はい、よし、はい、はい、OK、ここですか？お疲れ、ここです。すごい門があるじゃないですか。一体何者なのか、気になることはいろいろあるが、まずは中へ。広いお庭に立派なお屋敷。すると、はい、見ていいですよ。はいよ。え、すごい。すごい。ルビーが葉っぱをむしゃむしゃ、まさに。あんな庭のもの食べていいんですか？もう本当に食べてる。多分食べれるものと食べれないものは避けてるので。いや、びっくりした今。もうちょっと心境としては、お庭を食べてるのは複雑ですか？複雑です、本当に複雑。庭屋さんが来るたんびにもう本当にちょっと肩落とし、どこやりますか庭。どうぞどうぞ。おー、すごいすごいすごい。ルビー君たちのお家も立派。ハウスによってね。この妻小屋はどうされたんですか？建てました。だからもうボロボロですけど。僕たちが建てました。建てました。あ、そうなの。はい。あの廃材もらって。廃材もらってベニヤ板を打ち付けて。ベニヤ板ってもう半年一年近くですけど。かかったね。さらにその先に。ここは何ですか？ね、餌を入れてある小屋。餌のための小屋があるんです。そうですね。うわすごい。これ何ですか？これ牧草、はい、チモシ。どのくらい食べるんですか？1ヶ月だいたい300キロですね。300キロ？はい、1ヶ月で。そう、いくらぐらいするんですか？1ヶ月だいたい1万3000円ぐらいですかね。あ、でも意外と。そうですね。かからないですね。かからないですね。馬はお金かからないんですか？かからないですね。本当にあのワンちゃんよりかからないです。はい。そうなんですか？はい。幸せそうなルビー君とさくらちゃん。ルータン、ルータン、お利口さんだ。ルー君は奥さんは彼らを溺愛。毎日のことなんで。ご夫婦のどっちに特に懐いてるとかってあるんですか？でも完全に私です完全に私です、間違いなくもう絶対に負けないその出来合いっぷりは想像以上で。こんにちは孫です。あ、お孫さん。はい、私が万が一の時には多分この子がやってくれると思います。乗馬クラブでいろいろと勉強してもらって勉強してもらったんです。してもらいました奥さんが習わせたんです、はい、そうですね自分に何かあった時のためにお孫さんを乗馬クラブに通わせているという。お孫さんはどう思っているのか？やっぱ馬好きだ。馬好きです。お世話も結構自分からやりたくてやってたんですか？そうですね良かったですよかった。お家の中にもお邪魔してみると、愛がゆえの驚きのコレクションが。いや、でもちょっと変わってます歯集めてる歯集めとるよね。歯だよね、あれ。うん、はい。こちらがさくらの歯ですね。ネチ。え、こういう風に入ってるんでしょうね。
さくらちゃんの乳歯が宝物。ですね、もうこういう感じですかね、こういう感じですかね、こういうふうになってで前歯でこういうふうですかね、そう、もうこういう感じですかね、こういう感じですね。北海道の登別に乗馬をしに行った時に、そこでこの子が殺処分になるっていうことを聞いて、まあ、それはかわいそうだということで飼うことになりました。旅行先で出会ったさくらちゃん、当時の飼い主の事情で殺処分が決まっていたという。奥さんはその場で引き取ることを決意。馬は本来群れで過ごすため多頭飼いを勧められ、6年前にルビー君をお迎えしたそう。以来2頭は大の仲良し。大豪邸で馬を飼っているこちらのご夫婦、一体何者なのか。ちなみにお二人は何されてる方なんですか。一応会社をやってますけども、はい、もう事業ちょっといくつかやってますもんで、まあ、全部そのトラックの関係ですけど、はい、この子たちがいるおかげで仕事も楽しい。大変な部分があるけども癒される。奥さんにとって馬ってどんな存在ですか。生きがいです、うん、です。